トップバッターは渡辺と木下桃花。それでは参りましょう。桃花さんとミルキーさんの惚れてまうやろです。ほんま顔真っ赤かですよね。熱の入り具合は完璧ですね。完璧ですね。もう幸せすぎて。そうか。全面に出しました。でも別れた時に怖そうこの人。こっちはね、地獄の果てまでついていく気持ちです。それが怖いんだよ。それが怖いっつってる。続いては近藤と小谷。なあなあ、この前行った水族館楽しかったな。水族館行ったっけ？覚えてないの？イルカ見てジンベエザメ見てデートしたやん。覚えてない。信じられへん、最悪や。魚じゃなくてお前だけを見てたからさ。惚れてまうやろでも牧原のりゆきさんの歌と全く同じ。魚なんて実は覚えてなかったんだ。彼女のことばっかり見てたからっていう。男性役の方すごくやっぱ気持ち入ってましたよね。はい、元からリーちゃんを可愛いと思ってるんで。リーちゃんはどうなんですか？はい。あ、足りてます。続いては門脇と木下春菜。これはジャングルでの出来事ですね。ジャングルなんですか？ジャングルね。それでは参りましょう。金吉さんと春菜さんの惚れてまうやろです。なあなあ、喉乾かん？うん、リンゴジュースでいい？うん。ぐっ。はい。惚れてまうやろ。ワイルドすぎる。ちょっといいでしょうか。質問があるみたいですよ。潰してこっち渡したら貸すじゃないですか。